メジャーリーグのロサンゼルスエンゼルスで二刀流として活躍している大谷翔平選手。2022年にはベーブ・ルース以来104年ぶりになる2桁本塁打と2桁勝利を1シーズンで同時に達成するという偉業を成し遂げました。そんな大谷選手が在籍するエンゼルスで彼と共に打線の中軸を担っているのがマイク・トラウト選手です。現在メジャーリーグでプレーしている鈴木誠也選手も憧れたというトラウト選手ですが、実は大谷選手とトラウト選手には不仲説が流れています。一体なぜでしょうか？不仲説。大谷選手は2022年7月アストロズとの試合にて9勝目を挙げ、いよいよ104年ぶりとなる2桁勝利と2桁本塁打に王手というところまで来ていました。しかしこの試合ではある奇妙な現象が見られました。それはトラウト選手がいなかったということです。彼が姿を見せなかった理由は、表向きには試合前日に背中を痛めてしまったからだとされています。しかし本当は仲が悪いから姿を見せなかったのではないかと噂されているのです。実は過去にもこの2人が顔を合わせないことがありました。2022年6月に行われたロイヤルズとの試合、大谷選手が先発したこの日もやはりトラウト選手は休養していたのです。この時のエンゼルスは負けが込んでいた一方で、この試合の翌日は試合がない予定となっていました。負けが続いていて翌日がオフであるならば、中心選手や調子のいい選手をしっかりと据えて是が非でも勝ちたいところにもかかわらず、大谷選手と共にエンゼルス打線に欠かせない存在であるトラウト選手を休ませていたのです。確かに変な噂が立つのも無理はないでしょう。エンゼルスの担当記者は、大谷でしか勝てないようなチームが攻撃陣でベストメンバーを組まないのは不自然。トラウト本人の希望かどうかは定かではありませんが、ベンチ、球団を含め何らかの意向が働いているとしか思えません。攻守で援護が手薄になる大谷のフラストレーションは押して知るべしでしょう。と、このような起用法に異議を唱えるとともに、大谷選手をフォローしました。しかし、チーム全体のまとまりという観点に立つと、やむを得ない選択とも言えそうです。現在エンゼルスでは、指名打者の枠は大谷選手の独占状態です。二刀流であることや、昨シーズン以降の投打の活躍をもってすれば当然とも言えますが、他球団では複数選手で指名打者の枠を使い回し、全体的な負担軽減を図っているケースが多いのです。こういった現状をトラウト選手はじめ、チームメイトが大谷優遇と捉え、心よく思っていない可能性もあるといいます。同記者は、あえてトラウトを大谷の登板日に休ませることで、公平性を保っているようにも見えます。大谷がピッチャーと DH で孤軍奮闘する姿を見れば、トラウトを含め DH に入る可能性がある選手からの不満を抑えられるでしょうから。と述べ、2人のスーパースターをうまく使いこなすための意図的な起用法であるとの見方を示しました。エンゼルス売却。大谷選手とトラウト選手が所属するエンゼルスのオーナー、アルテモレノさんは8月23日、球団売却を検討していることを表明しました。モレノオーナーは2003年にウォルト・ディズニーからエンゼルスを買収。この時の額がおよそ1億8000万ドルだったのに対し、現時点での球団の価値は22億ドルとも言われており、今後の動向が注目されています。モレノオーナーは今回の表明にあたり、20シーズンもエンゼルスを所有できたことは光栄であり、名誉でした。この苦渋の決断は、熟慮の末に私たちが選んだ結果でありますが、家族と共に今がその時だという結論に至りました。と述べています。理由については、本拠地エンゼルスタジアムの買収失敗が大きな要因とされています。2019年、モレノオーナーはアナハイム市から3億2000万ドルでスタジアムを買い取ることに合意していましたが、当時の市長が球団側に機密情報を漏らしたとして警察当局の捜査を受けて辞任。それにより買収話も頓挫してしまったのです。その他チームの成績不振が続いていることも理由の一つでしょう。エンゼルスはここ6年連続で負け越している上、2022年シーズンはチーム史上ワーストの14連敗を喫し、6月にジョー・マドン監督を解任するという非常事態。さらにモレノオーナーの76歳という年齢、後を継ぐ親族がいないことも理由とされています。球団売却の発表にトラウト選手は、野球人生の全てをここで過ごした、
アルテとは素晴らしい時間を過ごし、家族の面倒もよく見てくれた。本当に感謝している。彼は先に進みたいのでしょうと、オーナーへの感謝とエールのコメントを発表しました。球団オーナーの中には運営に口出ししない人もいますが、モレノオーナーは野球が大好きであるがゆえに、選手の編成にも自分の意向を挟むタイプだと言われています。絶えずトレードの話が持ち上がりながらも、大谷選手をエンゼルスに引き留めているのも、トラウト選手との大型契約の締結も、その裏にはモレノオーナーの関与があったと考えられています。売却という考えからエンゼルスという球団の値打ちを上げるため、大谷選手という大スターを放出しなかったとも言えそうです。去就、2023年シーズンのオフに大谷選手はフリーエージェントの権利を取得し、自由に所属チームを選ぶことができるようになります。それまでにエンゼルスの新しいオーナーが大谷選手と長期契約を結ぶのか、他球団へ移籍することになるのか、その去就にも注目が集まっています。移籍先としてはヤンキース、メッツ、ドジャースなどが有力視されていますが、これら強豪チームに移籍すれば特別なローテーション編成や DH の独占など、現在エンゼルスで受けているような優遇措置はなくなるでしょう。しかし大谷選手はかつてポストシーズンを目指してヒリヒリするような9月を過ごしたいと述べています。またプロ野球選手なら常に優勝争いをできるチームに属したいという思いは当然あるでしょう。どこに重きを置くかによって難しい判断が迫られることになりそうです。エンゼルスが大谷選手と長期契約を結べるか否かについても簡単なことではないでしょう。エンゼルスは大谷選手やトラウト選手の他にアンソニー・レンドーン選手とも巨額の複数年契約を結んでいます。大谷選手のチームへの貢献や価値を熟知しながらも、さらなる支出をどこまで許容できるかは新しいオーナーの意向次第と言えそうです。シーズンが終わった後も大谷選手とエンゼルスには要注目となるでしょう。不仲説が浮上している大谷選手とトラウト選手ですが、実際にはその心配はないのかもしれません。トラウト選手が試合の移動日に大谷選手ら8名をプライベートジェットに乗せて、その中でゴルフのパッティング大会をしたというエピソードもあるくらいです。とはいえ、大谷選手とトラウト選手が今後もチームメイトでいられるかどうかは、エンゼルスの球団売却の行方にも左右されることになりそうです。いずれにしても大谷選手にはその実力がきちんと評価されて、能力を発揮できる環境で活躍してほしいですね。